すごい演技日和。来た。やっぱりね。いたね。一歩目だもんね。がっつりです。ゲッツ、イエーイ。男の子ねえ、すごい反応でした。いたいた、来た来た来た、ほら来た、ほら来たぞ。ほらやっぱオス戦ってるね。メス、オスメスで。触ったけど、よそ見してたら触った。ほら来た。ブラックタイガー、すげえ。こういうね、ローライトな時にですね、黒がね、シルエットがはっきりしてね、地味だけど実はアピールから。お、来た来た、 あ来たよ。あ、来た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 、サイトサイトサイト、ほら来た。サイトギー連発さーい。おとブラック、みんな買わないブラックが結構釣れちゃうけど、ワンポイント、EGQ キャストをね、使う時にですね、リールのねドラグ設定をねかなりね弱めにしておいていただくと、チョンチョンチョンとね軽くロッドを煽るようなね、操作で水中でね EGQ キャストがチョンチョンチョンとドッグウォークしてくれます。そのためにですねドラグを緩く設定するんですが、竿の長さ、ラインの太さ、投げた距離、沈めてるエギの水深ね、潮流とかね、かなり外力に影響されて、ドラグのテンションがどんどん変わってしまいますので、まあ、その最適なですね、おおよそ目安としてはですね、こうリールを早巻きした時にドラグが効いてスプールが逆転するような、テンションで、しゃくっていただくとエギをね手前に引っ張ってこないで水中でドッグウォークさせつつ、ラインをどん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 滑らせて、あのエギをですねその場にステイするように置いてこれるので、ぜひ試してみてください、ね、前はだからこうやってエースはここでもうバシバシこうやって、まあ、ギュッギュッギュッって大きく振り幅は大きかったけど、今はだってもうこうじゃんだけで、楽ちん。ん？ほら、来た来た、練習してたら来ちゃった。また入れがかり、おら、ドラッグ効いてる。うん、お寄せ、うん、あ、危ない。1kg 級、1キロ級、ごぼう抜き。ほら来たよ。俺どうや。どうや。練習してたらちゃんと釣れましたよ。まあ入れかかりですけど。ありがとうございました。